그러니까 이 극호 W 극호랑 거리 쌓기만 했어. 쌓기 후도 아서 놓고 다 次の問題は紐に絡まって飛ぶ鳥ってどんな鳥でしょう。紐に絡まってね飛ぶ鳥ってどんな鳥。答えは夕方ラストの最後の配信でお願いします。じゃあ最後の配信です。瞬間移動。まあ、なんでアイコ見てます。もう何十回見てんじゃんこれ。家で見ないけど、こういう病院とかで見てるんでね、あんまり見ないんだよね。ということでもうショートバージョンです。今日カレーでした。午前中はね MRI 取って終わりです。以上報告昼12時15分です。今日は1月15日、15です。昔の成人式の日です。それじゃあ、さよなら。はい、北海道弁で。そうです。したっけです。で、これわかる。これ前紹介したよね、俺ね、これね。ヘルプカードってやつ。インターネットでくぐってください。それじゃあ、くまちゃん、ちょっと LINE 出てくれよ、頼む。LINE お願いします。あとゆずき、メール友達に頼んだんでメールちょうだいね。俺もアドレス知らないんで。あととりあえずくまちゃんファミリーコメントちょうだいよ。それじゃあ、ありがとう。じゃあしたっけ。